お疲れ様です。今日ですね、最新メガネットデッキが登場したので、そちら紹介していきたいと思います。こちらですね。はい、さあ、メガナイトスケバレコカツ、昔から存在するね、大人気デッキが新しくなりましたということで、マイティ対レスピがね、なんと入ってきました。元がまあこれですね。はい、から今がこれということで、まあ、マイティとインドラってぶっちゃけそんな変わんない、飛んでか飛んでないかぐらい、そう、まあ陸撃できるかできないかぐらいしかぶっちゃけ変わんないんですけど、まあ最近だとやっぱマイティ大型とかして光栄もね、爆破で処理とか、まあ事故も起きやすいですし、まあそこはインドラも一緒か、まあ結構優秀なんでね、ここ最近マイティ環境来てますので、まあマイティになっちゃったよと。で、陸枠としてまあマイティが来たので LSP になったよねという、まあさらに高回転になりましたよっていう。メガネコカツってもともと結構回転早いんですよ。そう、もともと早いのに LSP 入ってことによってよりね、こうスケバレコウモリディガー LSP ザップスケバレコウモリディガー LSP ザップみたいな、でさらにマイティが場に出てるともう1枚なくてもね、スケバレ回るみたいなんで、まあ、無限攻めラッシュがね、はい、できるようになりましたね。なんで2倍タイム3倍タイムに入って、最後の最後だと一生スケバレディガーザップで攻めれるよねっていうのが、まあ強みかな。で、守りはまあマイティで盾は溶かして、後衛はね、爆破と、あと LSP とメガナイトもあるので、あとメガナイト2周回すっていうプランもなんか強そうっすね。そう、1コスと2コス出しまくれば高回転なので、メガナイトが多分回ると思うので、さあ、これマジズルっす。はい、マイティーコカツだ。さあ、まあマイティーコカツは、まあ、両サイにね散りばめて頑張りたい。ギャングなんかいいの、何年ぶりに見ただろ。さあ、爆弾落としてもよかったけど、いいか。さあ、ゴブリンバレル、枯渇、ギャングの枯渇。古いね。まず最近、で、スケアイスとか、スケファイス、縦線とかなんで、めちゃんこ、ふるーってなっちゃう。あ、でもザップ打てばいいかな。それに関してはいいっすね。ウッド使ったんで攻めちゃおう。インフでしょ、ギャングなら。からの、あー、プリンか。回すね。で、まあ、ナイトギャングだとメガナイトの受けがきついと思うので、そこででも攻めれるといいかな。ギャング早っ。ほう。俺が飛ばす前ぐらいから出てくるっすね。まあ、コウモリ出てきたらね、来んのか、つって。さあ、基本的に LSP ともう一枚ぐらいで守っていきたいっすね、ゴブリンバレルは。できるだけ完封したい。完封できるんじゃないこれ。さあ、いいね。さあ、暇ケツスケバレして、そうそう、攻める子、いやー、いいプリン。キングギドー狙われてんな。うまい。でもそんなことは許しません。オッケー。いや、でかい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 。これマイティのバカで完封します。今度かーい。さあ、ゴブリンバレルは先出ししてるマイティで見てから、飛んできたの見てから爆破落とせばキングギドーじゃない、完封ができたと思います。多分見てからで間に合ったと思いますね。はい、先に出してれば。なので、それもちょっとできるとでかかったかなと。さあ、枯渇に勝てたのもでかいっすね。まあ、でもマジでなんかちっこいのがめちゃくちゃ高回転でもあるんで、なんかとりあえずちっこいの回しまくって、スケバレ回しまくって、小物とディガーで攻めまくってを繰り返せばなんとかなるデッキっすね、メガナイト枯渇は。
やっぱ高回転なのが強みですし、まああとなんだろう、まあ空に、あの前までは空にめっちゃ強かったんですね。そう、前までのこのメガネとコカツの強みってなんだってなったら、まあ空に強いぐらい、そうだったんですけど、まあ空が弱くはなったものの、その分まあ攻めは強くなったかな。なので、まあ、相手がラバとかでも攻めまくってスケバレで攻める、でもう片サイはマイティで攻めて、その間にヤリゴブコウモリで、その間にもう一回ヤリゴブコウモリみたいな、なんかなんだろう、いろんな、あーこれ熱いんじゃない、なさそう、ウッドもない、おおお、ワンパン、うわパーン、それラバ引きたいな。さっきも言いましたけど、言うて対空ヤリコブコウモリしかないとはいえ無限にもあるんで、いやマイティ強っスケバレコウモリヤリコブエリスピザップみたいな、しかもメガネでも回転範囲でね、ごめん、ある、こういうね、もしかしたら、ね、メガネでも回ってないんじゃないかっていうライフがちょっとね、ごめん、ある、これ諦めるかな、さすがに、さすがに諦めましたね。さあ後継でメガナイト、そしてこのマイティね、まあ、メガナイトの受けもいるしマイティの受けもいるし、うわなんかちっこいの来たちっこいの来たみたいな感じで、結構相手もね事故りやすいと思うんですよね。まあそれがマイティとかメガナイトの強みなんで、結構メガネのコツってぶっちゃけなんかスケバレがぶっ刺さりましたとか、なんだメガナイトがめっちゃ飛びましたとかよりも、インドラで落ちたみたいな、インドラぶっ刺さっとるやんみたいな、マイティ呼ぼうみたいな、もうなんかそんな勝ち方が言ったら本当に半分ぐらいあると思ってるので、まあ、そこに持っていくまでの過程もあるんですけども、なんか事故を起こさせるデッキ、ワーリーク受けねえって、ワーインドラ受けねえって、マイティ受けねえわっていうのがまあ狙いなので、全然一発で持っていくね破壊力あるっすよ、ね、なんかペッカーの人じゃない、テンゴッドみたいな、レジェンドゲーマーレカ。さあペッカ工場だよね。まあペッコはまあどうだ、ちょっとめんどい、エレキがねやっぱ安い、まあここはめっちゃ攻められたんで、さすがにまあペッカ来たら来たで、このスケバレとかも受けがないので、あーペッカ出さずに他で回すっすね。まあさすがにいい受けだ。さあでも私の高回転にはついてこれてないようで、いやーいい、まあここは無理しない方がいいっすね、結構コストもカツカツなので、低めできた、お何これ結構ダメージくれてるくね、え結構くれたな、うわーそれやべえ、かぶったらマジやべ、これちょっとあれっすね、キング行かれない程度で守るか、わあこれもったいねえな、いいのして、やってもうたっすね、あれには来ないと思ってたっすね、ちょっと余裕があったからこそちょっとスケバレ飛ばしちゃったっすね、普通にスケバレ飛ばさなかったらもうフルコスで守ってのボコボコギッタギタのね、一生ペッカ出せねえ顔にさせれたんですけど、さあもうこれは一旦右を攻めなきゃです、わあめっちゃ見ましてくる、まだもなんかスケバレが、
ケバレがなんかきつそうだな。よし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 、めっちゃいってめっちゃいって、コウモリ多くね。いや、いいぞ。あれだ、めっちゃ苦しそう。まあ、俺が大事なのは無理をしないことさ。この家のとかどうでもいいんだ。いや、無理したくなるな。ザッパレば熱かったな、あれ。まあ、さあ、追い上げてきた。まさかの。いや、マジ、一生これで回れる。さあ、スケバレの落下も相手だって嫌だよ。そう。ですよね。落下嫌っすもんね。さあ、ザップ、打って暇なんで。そんななんでザップ打ってこといいことあるの。やばい、かぶって1。マイティがいる。さあ、一旦守りたい。一緒でが同じだけど。おい、さあ、鉄鋼に勝てるのでかいな。これ、まあ、マジアチュだったらまた話は変わる。話は変わるけど、言うてまあペッカ VS メガナイトの対決なんで、いや、いいね。なんか、メガナイト出したっけって感じっすね。一回守りで出したか。一回出したぐらいですけど、まず一生この、他のちっこいので回せるんで、基本的にちっこいのでマジプレッシャーかけまくってね、相手のカウンターメガナイト踏むを繰り返せば、まあ別にマイティで返しでもいいしね。なんなら出さなくてよかったらちっこいので返しでもいいんで。いや、いいね。これ相手が、なんだろうな、一体一体のコストが重かったり、まあ、重量級になればなるほど、多分ついてこれないんですよ、僕のペースに。高回転に絶対ついてこれないんで、それでこう、両サイ振って、うわ、相手苦しいってなると、めちゃくちゃね、なんだろうな、やりがいがあるというか、うわ、俺の、なんだ、手のひらで、ね、遊ばれてんなーっていう。いい感じに、両サイ振れてんなーって多分なると思うんで、これはまあ、おもろい点では。まあ、ガン虫フルブッパもあるんですけど、全然きつい。さあ、まだマイティのバカがちょっと有能な気もするが、さあ、穴雨なので、あれっすね。ガゴガゴ、んまあ、ガゴムレコウモリかもしんないけど。の、まあ、よくミニペとかいるっす。さあ、まあ、マイティスケブもあるっすね、これ。真ん中スケブが。お？ザップ？あー、これいらなかったかな。普通にもうちょっとさ、じりじり行かせてたら、相手エグかったよな。どう思いたい。さあ、マイティがぶっ刺さってるな。まあ、これには、嫌かな。ザップでした。さっきじゃあったのか。コストか。さあ、序盤のこの1100ぐらい、1100、2000はめっちゃでかいんじゃない。まあ、キングおられなきゃいいようにっていうので、さあ、これは無視されるのは嫌なので、リガやり込むまでやって、あー、嫌な雨使わしてなかったな。なんもなくなっちゃった。ん、俺のリセットどこ行った。いや、ザップ強っ。うわ、エロー、その位置スパーキー天才か。あー、これ捨ててくれたのちょっとでかいっすね。でも
は全部守るよ俺は。一本あげるとかないからね、そんな甘えんと考えは。そんな甘えてやろうよ。お仕置き、お仕置きスタンプ地獄。やめよちい。さあ、いや、めっちゃよかったんじゃない？やりゴブコウモリ。なんか、スケバレーって、いいよね。なんか、俺、ボーラーとか、めっちゃ好きだったんですけど、まあ、今も別に好きですけど、やっぱ出しときゃもう、あと何とかしてくれんのよ。なんとかなんの。そう、なんか、スケバレーもそれで、もう飛ばすだけ。しかも、タイミングとか別にそんな、問わないんですよね。とりあえず出しとけば、相手は無視できないっていう、なんかこれいいっすよね。そう、めちゃくちゃダメージ入るし、後ろから垂れ流すだけとかでも浮かせてね、普通に後ろから自陣からとりあえず出しておくとかでも相手はいつか対応しないといけないし、なんならね、時間稼いでそのまま2周目スケバレ、3周目スケバレとかもあるんで、スケバレいいっすよね。飛んでん時全く飛んないんで、なんかあれってなんでっつってなるんですけど、そうスケバレ楽しいっす。さあ、マヨネーズさんはあれっすね、なんかボーラーロケのデッキっすね。うわ、うまそれ。ガゴムレのやつっすね。ガゴムレ、ボーラーウトロみたいな。小物か小物っていうの。あ、ゴブリンモリル、やっすね。あとは、単純。あと、あんちゃん、ガゴムレが来る。来ない。なんかあんのかな、ああいうのロケみたいな。あー、ウッドがあんだ。ウッドあんのかいっていう。いや、ウッドあるのやっすね。なんでウッドファイボっすね。今ファイボだったんで、ウッドファイボか。ちょっと珍しいっす。珍しくもねえな。まだ俺高回転なんで結構両サイゴリゴリ。いやー、このダメージですらちょっと嬉しいっすね。まあ、バレるーかなー。俺のバレルの防衛力次第みたいなとこある。この身が下手か。苦しいな、オーブン。メガネの子がつってオーブン苦しいね。気づいた。いや、でもなんかいい感じ。うん、えぐい。めっちゃ来てる。逃げた方がいいかな。まあ、これは小物もいっぱいある。あと、このデッキの強みは両サイ振りなので、それうまいな。さあ、俺のでもこの攻めも結構良さげ、結構良さげな攻めをしてるっぽいぞこれ。材料変えて前でファイボスですね。さすがに許容できるかなこれ。ガルって結構軽くあるっすよね。痛え。オーブン。ああ。いや、エレスピザップが強い。ん？待って、やばいやばい。消えてんだけど、なんか俺のユニット。あは。行かれた。あれ？何でしたっけ？スケバレか。スケバレ出して、なんか消えてたっすね。あ、出したよね。うんうん、消えてました。だから攻めウッドがされたのかなと。さあ、来た。前田さん。わかんない。外人なのか日本チームもわかんないね。何使ってんだろう。さあ、よろしく。スケバレ一旦飛ばしてもいいけど、禁忌されんのやっすよね。ジャイプリ誰？
マジでだるいっすねこれ。大外れ引いたっすよ。大外れなのか。いやでも LSP になってるんでちょっと話は変わるのか。またいやギャングとかあった方が良かったかな。まあプリプリやばいっすね。プリプリやばいけど多分勝てるっすね。なんか小物サイクルぐっちゃぐちゃにできそうだな。うん、高回転についてこれない気がする。とか言ってボコボコにされたらどうしよう。うん、危ねえ。今範囲で入るんじゃねえか。ヒヤヒヤしたわ。エレキかザップか。さあザップ使いました。矢の飴だったら、え、もう矢の飴ザップやん。キッチー。さあ矢沢やっすね。ここでじゃあ生きたらちょっとやばい。ファイボザップだったらね、ファイボやっぱ腐るんで嬉しいんですけどね。これケツユニットとかぶりたくないんで逆いっちゃう。マジめちゃくちゃ端前から出してるだけっていうこの。あとマイティでジャイとかしたい。いやー逆サイスケバレーからのとかもいろいろあるんですけど、いやーこれ熱くねえのかな。いやー呪文豊富だねマジ。あ待って、やばい、やりとミスった。うわやべえ、カッツンしてる。いやこの位置拾われるな。拾えました。あー危なーすぎー。いやマジでなんだ、芝コウモリみたいな人だな。さあということで、いや結構いいんじゃないこれ。矢沢に勝てんならね、めちゃめちゃ高回転で回るので、とりあえず楽しさは保証できますね。はい、ちょっと皆さんもぜひねやってみてください。よければチャンネル高評価もお願いします。ではお疲れ様でした。